しお町三丁目停留場は、高知県高知市にある都佐伝交通五面線の路面電車停留場。東停留場が開業したのは1909年。五面線の下地停留場から路線が延伸してきた際に開業した停留場であり、当時の路線は東停留場まで。ここから五面町方面に路線が伸びるのは翌年のことで、この時は加護停留場まで到達した。 1942年に停留場は一度休止されるが2年後に復活している。停留場名は開業時、葛島橋に沈め停留場と称し、1972年に千寄町三丁目に改称した。この他に、葛島橋西岸停留場として開業した後、葛島橋に改称し、その後休止状態から復活した際に、葛島に沈めとなったとする資料もある。 千代町三丁目停留場は、五面線の平洋軌道区間にあり、ホームも道路上にも置けられる。ホームは二面あり、東西方向に伸びる二本の線路を挟み込むように置かれている。ただし互いのホーム位置は、東西方向にずれていて、東に五面町方面行き、西に播磨や橋方面行きのホームがある。播磨や橋方面は、千代町三丁目、五面町方面は、 小倉町に位置する。東停留場から、張間や橋方面は、市内線に入り、道路中央に敷かれた、平洋軌道場を走行する。千代里町三丁目バス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。ABCDEFGHIJ 土佐電鉄の、電車と街を愛する会、土佐電鉄が走る街混雑、JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2006年。 百点一五六から百五十八ページ。i s b n 四から五三三ゼロ六四一一六、ABC 今尾啓介。日本鉄道旅行地図帳十一中国四国。新庁舎。二千九年。六十ページ。i s b n 九百七十八から四から十から七十九万二十九から六、上野広と。都座伝交通。再出発。便利な市民の足に。高知で。 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全配線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、36.92ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。路面電車は行く高知高知新聞社。 1998年86ページ。ISBN4 から875032684。ありがとうございます。